はい、こんにちは、岡田です。大関数論の動画も9回目に入りました。今回は、ワイヤレスラスの大関数とで話をしたいと思います。これまでっていうか、以前、4回目の動画で、大関数の一般的定義として、二重周期性を持つ有理系関数っていうふうに、大関数の一般的な大変関数の定義をしました。で、しかし、具体的な大変関数として、我々はまだヤコビの大変関数しか知らないわけです。で、それもですね、関数も SN、CN、DN を考えて、複素関数に拡張してみたら、たまたま二重周期性を持ってたってわけです。で、ここで、ですから、ここでこれからやりたいってことは、周期オメガ1、オメガ2、これ先に与えて、それらを周期に持つ二重周期関数、すなわち大変関数を作るってことです。これがワイヤレスラスの大変関数です。で、理論的には、ワイヤレスラスの大変関数っていうのが、大変関数の、基礎を成していて、大変関数の教科書では、ワイヤレスラスの大変関数から始まっているものも結構多いです。では、周期、オメガ1、オメガ2を与えて、その周期を持つ大変関数を作るってわけですが、どういうアプローチを取るかってことを考えます。私は参考になるのが、この関数ですね。サイン2乗の逆数です。で、これからヒントを得たいと思います。これは周期1の周期関数でして、そしてこのような形で部分分数展開を持つわけです。で、これと、同じような形の大変関数を考えたいと思うわけです。すなわち、まず周期公式というのを考えます。これはオメガ1のオメガ2ってさっきの二重周期ですね。で、これはこういう見たとします。これはオメガ1、オメガ2っていうふうに、くるっと回転するとき、反時計回りになるっていう、意味です。この条件の意味が。で、そしてこれらを周期、規定に持つ、公式を考える。これが周期公式です。で、そして、で、先ほどこれ、サインの2乗の逆数っていうのは、N、数直線上の整数点、それを極に持つわけですが、これらの、周期公式の周期、オメガ、これを、極に持つ、大変関数をこうやって作ろうと思うんです。で、ここから出てくるのが、ワイヤレスラスの大変関数です。で、要するにこういう形の大変関数を作りたいわけですね。では、その S、どのくらい範囲の値だったら上に収束するかということはちょっと問題になります。で、先ほどの、ちょっとヒント。ね、サインの2乗の逆数ですが、整数点 N っていうのを極に持つわけですが、2乗がついてるわけですね。で、一方、この N の何、S 乗分の1っていうか考えますと、S が2、3、4、5ってだったら、それ以上だったら収束して、で、そして S が1だったら発散するわけです。ご存知の通り。で、そして S が2以上だったら収束ってことで、ここ2っていうね、それ対応してるわけです。だからこの N っていうのをオメガ周期、これに置き換えたとき、S がどのくらいの範囲だったら収束するかっていうのを考えてるわけですね。考えればいいわけです。で、これ基本法で。S が3以上だったら、このオメガの絶対値の S 乗分の1って、これは収束するってことを言います。これの、証明はそんなに、難しくありません。まず、周期から作られる平行四辺形、L1 っていうのはこういう形の平行四辺形、L2 っていうのはこういう平行四辺形です。で、あと LK っていうのを K をね、整数として一般的にこうやって定義します。L3 っていうのはこの感じでっていう。さらに L4 っていう。で、そしてラムダ K っていうのを、その LK っていうへ、えーと、平行四辺形の上にある、周期、オメガの点とします。そして D っていうのを原点と L1 との間の距離とします。で、そうすると、オメガの絶対値の S 乗分の1っていうのは、こうやって、オメガについての和を、L1、L2、L3 とか、それらの和にまず分類して、そしてそれらを、足し合わせるっていう形に和を取ります。で、そうすると、ラムダ系、つまり LK 分、
LK 運動上の、周期点、こう周期交差点、複数かというと、これ 8K あるわけですね。ちょっと考えれば分かる通り。ですから、これはこれで抑えられる。そして、まあ、こういう変形できて、そして、K の S マイナス1乗分の1っていうのは、まあ、初等的に知識で、こう、S が、S マイナス1が2以上、2以上、つまり、S が3以上だと、これ収束するって、分かってますか？これ収束するってことは言えるわけです。で、要するに、こういうことは成り立つから、これ S が3以上だと収束するって分かりましたから、まずこういう形のね、それに対応して、こういう形の単位関数を考えてみます。で、これは、FU って、この関数はこう、全複素平面でこう有理系関数あります。つまり、この公式点。これに左右の、周期公式点に左右の極を用います。これも直感的に明らかですが、証明は本に記してあります。ホームページにこの PC スライド、載せますので、で、ホームページに概要欄にその URL 記します。そしてそこに、PC スライド後で置きます。で、そこには本意っていうのを後ろつけてありますので、そこに証明書いてありますので、それをご覧ください。で、そして次、FU、これ期間数であります。これは、実際マイナス U っていう答えにしてみると、ごめんなさい。まあ、こういうふうになります。で、マイナスオメガについて和を取るのは、オメガについて和を取るのと同じですから、こういうふうに変形できますね。で、それとこれ、マイナス FU ってあって、期間数であることを証明できました。で、そして、FU っていうのは、こう、オメガ、この、ラムダをね、こうして、これを周期に持つ単位関数であるということがわかります。で、そしてこれをもとにですね、ワイルスターズの P 関数っていうね、一番基本的な関数。これをね、これから導入したいと思います。まず、因数1の単位関数は存在しないということをちょっと注意しましょう。これちょっと像が、単位関数の4の、復習になります。まず、単位関数の因数って何かっていうと、周期平行四辺形内のこう0点の個数。で、これだと、その周期平行四辺形内の極の個数。これ等しいってことは、まあ、以前の動画で説明しました。で、これを単位関数の因数とします。ただし、こう、0点、極点の個数ですが、これ、多重度分ダブって数えるわけです。だから、2の極ね、があった際、極が2個あるっていうふうにして数えるわけです。で、で、そこでね、因数1を単位関数存在するのはなぜかっていうと、FU を単位関数とします。そして、これ、E を周期変更四辺形として、偶数定理とこう FU のこう周期性を使うと、この積分ですね。P 点はこう、ここの周です。で、これについての一周積分ですね。で、これは P 内の極のこう個数、あ、極の偶数の和になるわけですね。偶数定理より。で、そして、です。で、一方これ、単位関数、二重周期性ですが、これ、こことここの、積分打ち消しちゃう。で、こことここ積分打ち消しちゃってゼロになるわけです。というわけですね。こういう式が成り立つわけです。ですから、その周期平行四辺形 P 内に、こう FU、単位関数 FU の1の、まあ、極が1個だけあって、あるということはありえないわけですね。こう、偶数の和がこうゼロになるわけですから、偶数がノンゼロの1の極、これが1個だけあって、っていうのはありえないわけです。だから、因数1の単位関数は存在しなくて、こうやって、証明できるわけです。で、そして先ほど、一方ですね、先ほど、導入したこう FU っていう関数。これ因数3単位関数です。ということは、因数2の単位関数はもしかしたら作れるかもしれないって思ってわけですね。もしかしたら存在するかもしれない。じゃ、それをちょっと作ってみましょう。で、先ほどの FU から出発します。で、こういう式ですね。で、この両辺を原点 O から点 U に、ね、で結ぶ、こう、道の上でこう積分します。ただし、道はもちろんこう極を避けるようにして通しますね。で、そうすると、これ、一応有数収束しますから、公分積分可能であって、こういう式がやれます。で、そして書き直して、こうなります。で、そうすると、これが、右辺がワイルスターズ、こう、P 関数という、これ実はこれ、2の単位関数なんです。で、これがワイルスターズの P 関数ですって。で、このように与えられます。こうオメガについて、0を除去してるので、こうちょっとこう、オメガは0分の1が出てくる。これ避けるために、ここ、0っていうのは別扱いして和を取ってるわけです。で、その、これがね、単位関数なので一番基本となる、この、関数です。で、P 関数の特徴としては、こう、
全複素平面で有理系であって、その周期公式の点にこう任意の極を持つ。で、そして偶関数である。で、そして楕円関数であって、その、ここのラムダを周期公式の点、公式点、これをね、周期に持つわけです。で、そして楕円関数としての位数は0である。つまり、周期変更四辺形の0点の個数と周期変更四辺形の極の個数、これ一、まあ、一致するわけですが、これが2であるっていうわけです。だから多重の部分を数えると、極の個数は2個。で、同時に0点の個数は2個ってことになるんです。それぞれの特徴の、証明しますね。まず、この P 関数、こう、有理系関数が全平面で。で、そして、その、ラムダのこう点2個、2の極を持つって言います。これはですね、ここの部分、ここをちょっと計算してみますと、こういうふうになって、こうなるわけです。だから、オメガの3乗分の1のオーダーで始まるんです。ただこの和の括弧はオメガ3乗分の1ですから、だから無限が一応収束するってことは分かります。まあ、こうやってざっくり言えばこんなふうになるわけですが、ちゃんとした証明はこの PC スライドのこう後ろにホイっていうのがあって、これ PC スライドまた先ほど申しました通り、こうホームページに置いておきます。概要欄にそのリ、あのリンク URL 書いておきますんで、そこにご覧ください。で、その次に P 関数一偶関数であること。で、これはね、こう、先ほどの FU、これが帰還数であることで同様にしてこう示されます。実際こう、この U にこうマイナス U をこう代入するとこわかります。で、そして、P 関数が楕円関数であることです。で、これはですね、先ほどのこう、微分したもの、これが先ほどこう FU だったわけですね。で、これが楕円関数でありました。ですから、これ、オメガっていうのをこう周期公式点とします。そうすると、これがないとするわけですね。で、これちょうどこれ FU でしたから、これ50。で、これ両辺積分すると、これは誤差はコンスタント、定数となります。で、そしてこの定数を求めてみます。で、そして U イコールにマイナス2分のオメガってこう代入すると、こう、この P 関数、偶関数でありましたから、この定数っていうのはコンスタント、これはこれになりまして、で、あとイコール0となる。だからこれ値、これイコール0となって、こう、楕円関数であることを証明できました。そして楕円関数としては位数は2であること。まあ、これはちょっと、先ほど、これですね、ちょうどオメガにこう、2の極を持つ。そして、これ、で、これの極っていうのは、こう、公式点、こう、オメガにしかないわけですから、まあ、大体これで、位数は2であることほぼ明らかに思えるわけですが、ちゃんとした証明はこの本位の中で、P 関数が C で有理系であることを証明の中にちゃんとこれ触れます。で、これも本位を参照してください。です。で、次に重要な、こととして、P 関数が満たす微分方程式となります。これをちょっとこれから持っております。で、以下の議論で、こう、楕円関数の性質が有機的に用いられていること。これちょっと注意してください。まず、こう、P 関数。これを、これ、U イコール0に、公式点、つまり公式点ですね。これに、2の極を持ちます。だから、これ、U イコール0における、こう、ローランド級数展開を求めています。で、ここをちょっと、こう、定乱転換して、こう、展開して、こう、変形して、で、こうなります。で、そして、ここで、オメガについて和を先に取ると、まあ、こういう形になるわけです。で、ここでね、このオメガの、べき乗分の1の和ですね。で、このべき乗のべき S が、これが、指数が、これ S が、奇数だったら、これ、この和が0になること、注意しましょう。これ簡単なことなんですね、これ。オメガについて和を取ることは、こう、マイナスオメガについて和を取ることと同じです。ですからね、こうなって。で、S が奇数であると、こうなって。この和と、こう、マイナスが等しいから、これ0になるってことです。ですから、この P 関数、これを、U イコール0における、ローラン級数展開すると、こういうふうになるわけです。で、これ、G4、G6 って書いてあるのは、これで定義される級数です。こうしてんの。ついても、これちょっと、この場です。で、これは、アイゼンシュタイン級数って名前がついてます、実は。で、そして、これから、P の微分、について、こう、ローラン級数っていうか、こうなんですね。こう、微分すると。で、二乗するとこうなってって。
で、あと、ペー、関数の3乗っていうね、にして、地道にこうやって、ローラー係数展開と求めていっていきます。そうすると、これ、これ差を取ると、この差を取りますと、ちょうどこうマイナス 60G4 の U 二乗分の1から始まるローラー係数展開で出てくる。です。で、そして、これと、ここから、これとこれ、比べると、この、これ計算していると、ちょうどこれ、不べきの項が、全部キャンセルしちゃって、なくなって、最後、定数もゼロで、こう、唯一地上から始まる、テーラー級数展開になるわけです、この左辺は。あ、そう、これが成り立つわけですね。で、そして左辺は、こう、楕円関数です、もちろんこれ。29周期性末です。で、極があるとすれば、こう、U イコールオメガ、その周期公式点、ここにしか、まあ、ありえないわけです。です。で、ところが、こう、右辺見ますと、こう、U をこう、0に持っていくと、こう、こう、0になるわけですね。だから左辺も、こう、U イコール0で0になるわけです。だから、ここ、U、こう、極があるはずの、こう、あるとすれば、こう、U イコール0、まず、あれ、その U、公式点なんですが、そこには、極はないわけですね。いや、なんか結局こう、全複素平面に極はない、29周期関数なわけです。だ極を持たない楕円関数は定数関数に限るってわけです。まあ、これ、リュービーの定理ですね。ですから、これ、両辺になって、これ実は定数関数になるわけです。で、定数を求めるためにこう、U、こう、上の式でこう、U を0に持っていくところによって、ことによって、コンスタント、これ、こういう治療になって、結局、ペイ関数というのは、こういう自分方程式を満たすことがわかります。で、これ G2 と G3 っていうのは、こういう、これ定義される、アイゼンスタイン級数です。これは、こう、結構、楕円関数の理論で、結構重要な役割をします。この G2、G3 っていうパラメータは。で、そして、まあ、こういうペイ関数、こういう自分方程式を満たすわけですね。で、ここでね、こう周期オメガ、まあ、オメガ2としますから、オメガ3っていう、数もこうやって定義しましょう。こういう値もまた新たに定義して使うことします。つまり、オメガ、まあ、オメガ2、オメガ3っていうのは、多層と0になるっていうことです。で、そして、このオメガ1、オメガ2、オメガ3に対して、E1、E2、E3 っていうのをこれで定義します。つまり、こう、半周期の上における、こう、ペイ関数の値ですね。で、そうすると、このペイ関数マイナス E の J、これは2の楕円関数であって、で、そして、こう半周期の上で、ここに0点を持つことがわかります。これ2の楕円関数であるってことは、このペイ関数ね、これが U イコール0ね、周期平行四辺形の中で、U イコール0、まさに公式点の上で、極を持って、それが2であるって。極はこれだけだから、これ2の楕円関数であります。だからこれ E の楕円関数ってことがわかるわけです。で、そしてですね、2分のオメガ J、ここに0点を持つわけですが、そうするとこの、簡単には、まあ、簡単な式ですね、当たり前の地面式、こういうような形します。半周期かける2はこれ、周期公式を、法として、0になるっていう。ですから、これとこれの差は、こう周期公式点の数になるっていうことにです。これがないとするわけですね。で、そして、こう、ペイ関数マイナス EJ 極は、この公式点だけ、つまり U イコール0。これだけです。で、そして、以前、その、楕円関数の4で、言いました通り、申しました通り、楕円関数0点の和と極の和を比べると、その差はちょうど周期公式の、公式点の値になるわけです。で、そして、極は、これ U イコール0。うん、でこれだけでしたから、結局、この0点の値の和っていうのは、要するに、ラムダ、これを法としてイコール0になるわけです。でそして、これと、これを加えるわけです。でそうすると、これ、何っていうかというと、周期変更四辺形の中の、こう、定関数マイナス EJ、これの0点は、これだけであって、しかもこれ2であるっていうことがわかるわけです。
この関数ね、低関数マイナス EJ の0点は2分のオメガ J だけで、それが2の0点であるってことです。まあ、つまりこの同関数だから。これ、2分のオメガ J だ、インターニストが0になるってことです。そして、これなら両者を比べてみましょう。これ両者は同じ周期を持つ単位関数であります。そして、これらは、今申した通り、この2分のオメガ1、2分のオメガ2、2分のオメガ3、ここに2の0点を持って、そして、u イコール0、これ6の0点だ、これ間違いですよ。すいません。大変申し訳ないです。これ6位の極です。で、従って、これです。あとで、こう、ホームページに上げる、スライドを修正いたします。ちょっと申し訳ありません。従って、これ両者の比は全複素平面で正則な単位関数であるわけですね。要するに、つまり、こう、0点がちょっと打ち消し合うわけですから、こう、比を取ったもの、これは正則ですね。全複素面で正則な単位関数であります。ですから、こう、リュービーの定理によって、こう、定数であるわけです。だから、こういうのが成り立つわけです。これとこれは、要するに定数倍だけ。定数倍になってるわけです、ちょうど。だこういう形になります。じゃあ、この C という、この定数と比べに求めてみましょう。で、左辺は、こう、展開するとこうなりまして、こう、u の6乗分の4で始まる。これ、ローラン級数です。で、右辺を計算すると、これ、u の6乗分の C で始まるローラン級数ですから、これ、C イコール4って求まって、結局、こういう、希望を持ってしか求められます。まとめますと、こういうふうになるわけですね。G2、G3 っていうのは、このような、パラメータです。で、そして、こう、E の1、2、E1、E2、E3 っていうのは、これで定義される、値です。で、ここでね、E1、E2、E3 ですが、これ、それぞれね、互いに違う値であると注意しましょう。これ、なぜかというと、例えば E1 イコール E2 とすると、これは、ペイ関数マイナス E1 っていうのは、この、2分のオメガは2分のオメガ2に2より0点を持ちわけですね。で、そして、そうすると周期エコシエン圏にこう多重度を込めて4個の0点を持つことになるわけです。で、そうするとこれね、もともとペイ関数マイナス E1、これが2の楕円関数だったこと、これに反するわけです。ですから、こう E1 と E2 って等しくなることはありえないというわけです。だから、これ E1、E2、E3 っていうのは、まあ、どの2つも互いに異なるはずです。で、結局、こういう、等式がありました。で、ここでね、ペイ関数、これ、U は、これ、周期エコシエン圏で、こう、2の複素数の値、この、2度取るということがわかります。これは、2の複素数 C を取ると、ペイ関数マイナス C というのは2の楕円関数になるってことから、これ、周期エコシエン圏で、0点を2個取るってことがわかるわけですね。だから、ここ、ペイ関数、これは要するに2の値になるわけですね。ペイ関数、2の値を取るわけです。ですから、次のこう多項式が高等式に成り立つわけです。こう3次関数の、ね、高等式。で、そうすると、こう3次関数の、3次方程式の根と係数の関係より、このような、関係式が得られます。で、次に、判別式っていう、これも重要なパラメータなんですが、これも導入します。これは、要するに、差積、E1、E2、E3 のこう差積、これの2乗の16倍。これ定義されるからです。で、そして、これは、先ほどの、これ、コント係数の関係。これを使いますと、G2 の3乗マイナス27の G3 の2乗。これに等しいということがわかります。で、これを、これに一致するってこう、導出は、そんなに難しい話ではないんですが、ちょっと、まあ、ちょっと長いんで、これも本意にいろいろ記しました。証明を。ちょっとテクニカルな、ちょっと証明になりますか。で、そしてここ、E1、EJ っていうのは、これ、それぞれ異なるわけですから、この差積、ディターミナント、ディスクリミナント、判別式、これは、ノンゼロであること。ゼロの値を取り得ないってことがわかります。で、この判別式ですが、これ保形係数形式、モジュラー形式ですね。この理論でこう重要となるわけです。というのは何ですかっていうと、どういうことかっていうと、この判別式、こう、デルタ。これ、周期公式の、こう、ラムダの規定、オメガ1、オメガ2のこう関数になるわけですね。この形から。で、ところがですね、こう、
周期講師のこう規定取り方、ね、オメガを生み出す取り方、一時的にないわけです。これは、線形代数のね、ベクトル空間の規定取り方、一時的にないと同じわけです。それと同じ話です。でそして、規定、このオメガ1、オメガ2関数でのこの規定、これを取り替えると、どういうふうに関数がね、こう変換していくかっていうのはやっぱり関心持たれるわけです。で、そしてこれの、規定、オメガ1、オメガ2関数で、こう規定の公開に関して、あれですね、こう変則、まあ、規模変であるとか、ある種の、ね、変換速度に従うという、これが、歩型形式って呼ばれるものでして、で、そこが重要な役割を果たすわけです。で、今回の話はこれ以上です。まとめますと、周期オメガ1オメガ2と先に当てて、それを周期に持つ楕円関数を作りました。で、結局バイアスターズと定関数です。2の楕円関数でしてね。で、そしてこれが、まあ、これで定義されて、これが、ね、楕円関数理論で重要な役割を果たします。で、そして定関数が満たす微分方程式というのは、導出しました。そして判別式というのもやりました。次回は、次の次回ですね、バイアス関数、ゼータ関数、シグマ関数というのをこう次また導入しまして、そしてね、これをもとに、バイアス関数、楕円関数、テータ関数との関係、これをちょっと調べたいと思います。テータ関数というのはね、ヤフーの楕円関数で、数値検査、それを数値検査するのにこう、使った関数です。で、それからワイヤレスダスの関数とデータ関数を関係すると、ワイヤレスダスの楕円関数を数値計算できるかなと思います。で、実際に数値計算できるっていう、で、そういう話をしたいと思います。で、今回明日はこれで以上で終わります。皆さん、ね、ご清聴、今回もご清聴誠にありがとうございます。